両陛下はチャールズ国王夫妻と共に馬車でバッキンガム宮殿へと向かいました。その時に雅子様が白いマスクを着用されていたことがイギリスでも話題を呼んでいますとお話がございました。これは雅子様は 本当に馬アレルギーなのかそうやって疑問視する人たちがいるというお話ででもそれは大いなる勘違いですよというようなねお話がございましたのでちょっとね調べてみたんです雅子コ様は馬の毛に反応する馬アレルギーそして今回のパレードでは200頭の馬に囲まれるため呼吸が苦しくなるなどの症状が心配されていたとお話が上がってたようですよそうなんですねネット上では本当に馬アレルギーなのと いうねお話も上がっててそれはまあ、過去に五両牧場で馬と触れ合っている写真が公開されているのでそうやってネットでもね疑問の声が上がっているということなんですでもそういった写真は実は一瞬だけマスクを外して撮影されたものだったということだったんですねそうだったんですねじゃあ馬アレルギーっていうのは実際 本当の話とといううことなんでしょうかねまた2019年に陛下が即位してから初めて伊勢神宮を参拝された時も雅子さまは馬車には乗らず1人だけ自動車で移動されましたとしかしですね皇室との関係が深いイギリス王室から国賓として招かれて特別扱いというわけにはいかないということでそして現地で 心身の調子を崩さないよう万全の体制で臨まれたわけですそして去年のインドネシア訪問とは異なって今回は20年来の主治医であります方も同行されていて絶対に失敗できないという雅子さまの思いがうかがえられるとお医者さまも一緒にいらっしゃるということだったんですね生まれるでであるこことととはもうう間違いないといななんですねそうだったんですねここれは本当にに確かにこのね カミラ王妃とこうかっこいい。馬車に一緒に2人で乗られてる写真ではあのマスクされてますよね。やっぱり周りの方はね。心配されたんじゃないでしょうかね。この写真撮られた日というのが6月の22日からのね。8日間、その日程で英国を。 公式訪問された天皇皇后両陛下なんですけども、これの放映は2020年にエリザベス女王から招待を受けていたんですけども、コロナ禍の影響によって延期になっていたんですね。そして改めてチャールズ国王からの招待を受けたものだと。25日から27日の3日間は国賓としてホースガールズパレードで行われる歓迎式典、ウェストミンスター寺院での無名戦士のお墓への強化。 バッキンガム宮殿で行われるチャールズ国王夫妻主催の晩餐館など主要な行事が続いたとパレードは皇后様はカミラ王妃がそれぞれ馬車に乗り両国の国旗が掲げられた並木道を進んでいきました馬車列が進むたびに沿道では多くの歓声が上がり両陛下は笑顔で手を振られていたと いうことだったんですね。そんな雅子様はアレルギーということなのでパレードの際には白いマスクを着用されていたと。で雅子様が重度の馬アレルギーがあるというその説明をされたのが2019年のことだったんですね。今から5年前それはちょうど即位される際に伊勢神宮を参拝された際に報告されたということだったんですね。で両陛下がが即位のの報告のため、伊勢神宮を参拝される際、政子様が 偽装馬車ではなく両を使われました今の上皇后両陛下は馬車を利用されましたが2019年の参拝では馬車を使われたのは天皇陛下だけでした宮内庁はこの理由に雅子様の馬アレルギーを挙げました当時は五両牧場で子馬に触れられる様子も報じられていたのでネット上ではアレルギーに疑問を持つ声も散見しましたというねお話だったわけですこれが まあ冒頭で言いました、雅子さまは本当に馬アレルギーなのかという疑問視する人たちが犯している致命的な勘違いというところなわけですよね。そうやってマスクを取って小馬とね接していらっしゃるじゃないのというお話を、それがまあ致命的な勘違いですよというお話をされてたいうことだったんですね。アレルギーというのはもう間違いないと。 いうことなんですよねアレルギーだね本当に厳しいですからねそしてやはりですね政子皇后だけマスクをしてるとやはりその理由を知らない周りの方々からすると「なんて失礼な方なの?」っていう風に見られる方も中にはねいらっしゃるかと思うんですよ。 しかも当時のイギリスはもうすでにウィズコロナでマスクをしている市民はほとんどいなかったんですねただ当時も今回もマスク着用は雅子さまのご体調を考えてのこと雅子さまは精力的にご公務をされていますがやはりご体調次第でスケジュールが変更になる可能性もあったとパレードでマスクを着用されたのも慎重を期されたためのご決断だったと思いますパレードの途中でご体調を崩すなど リスクを回復するためと言えますとお話だったわけですね。まあ、絶対に失敗できない行いだったということなので、お医者さんもね態度していたということでしたからね。今現在本当にいつも笑顔でいらっしゃってねお元気そうな雅子皇后様なんですけども、ご体調はまほとんど回復されている途上ではあるものの、一つ一つね公務を無事にこなされているということで、ねしかもね自信も取り戻されてきてるということですよね。特にね海外公務も。 されているということですからこの主治医が帯同しているというのは結構極秘のお話だったということだったようですけどもね昨年6月にインドネシアに訪問された時には医師は同行はされていなかったんですねでその際は1週間の海外訪問だったんですが雅子さまは予定外のイベントに出席されるなどとてもお元気な笑顔で人々と交流されていました今回医師が同行するのはご体調に不安があるというよりも 念のためという意味合いが非常に強かったということでしたね。まあ、特に英国王室とは家族ぐるみの窮地の関係で陛下とチャールズ国王は40年来の交流がありますからやはり思い入れが強い分緊張される部分も少なくないのでしょうと。 そんな状況の中でも、そばに主治医がいることは心強いと思いますと。と何かあったらすぐに対応できるというのがね、ね非常に大きいということですよねで。そんな政子様の振る舞いというのが、英国でも話題に上がっているというねお話もあってで、ウィリアム皇太子、両陛下が滞在されているホテルへとお出迎えに現れたところ、お帰りなさいという言葉を使われたということなんですね。そしてまた、カミラ王妃は政子様が送った、 佐賀2式のバッグを晩餐会に持参されるなど深く心を通わせられているということだったんですね。あああなたに頂い,いたバッグを今も使ってますわとそういう感じでしょうかね。で晩餐会ではカラ はじめとして、王族の方々と積極的にまあ、懇談をされたそうですね。そして、政子様の知的で気品にあふれた振る舞いは、イギリス国内でも話題になっています。政子様が完全復活される日も、そう遠くはないかもしれませんというねお話をされていました。 その後、天皇皇后両陛下はお二人が留学生として学んだオックスフォード大学も訪れたということでしたけどもね、まあ、青春の思い出を思い起こされたんでしょうかねその際にはねそういうこともあっていろいろあったということでしたけども徐々に徐々に雅子さまもね、まあ、お元気になられてると。 いうことなのでこれからもね無理のない程度にね進めていってほしいなとは思うんですけども海外の方々がね来ても応じずこうね受け答えができる方ということでやはり日本の誇りだなという感じがいたしますのでね是非これからもねそういったご公務をうまく進めていってほしいなという思いでございました。はいというわけで今回は。 雅子様の馬アレルギーの真相というね、ネット上でちょっと勘違いをされている方もね、中にいらっしゃったようなので、まあ、ご紹介いたしました。マスクをしないで馬に触れ合っているお写真があったのは、あれは一瞬だけマスクを取って写真を撮ったというね、お話だったようですよ。実際はまあ、結構重いアレルギーの症状だということなんでね、まあ、納得できたでしょうか。そういうお話になってこられました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。